江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら今絶賛話題になっている炎上中の話題、あんまりですね、うちのチャンネルこういうのやんないんですけど、下世話すぎて。はい、ですがですね、なんか芸能人も、日本の芸能人も参戦していろいろ言ってるようなんでね、皆様にはですね、真実をお伝えしていきたいと思います。こちらでございます。謝罪は不要、日本で胸を触られたと憤る警告 DJ ソーダ、警告の反応が笑っ。はい、じゃあね、警告の反応しっかりですね、最後見ていただいてですね、この DJ もどきか、自称 DJ が、どんな人か、ぜひですね、察していただければと思いますんで、よろしくお願いします。それではくーちゃん、お願いします。世界で活動する K 国の DJ ソーダが日本公演中に多数の観客からセクハラを受けたと明らかにしたことに関連し、該当公演主催者が法的対応を予告した。日本公演会社トライハードジャパンは15日、公式チャンネルを通じて8月11日から13日まで開催されたミュージックシルクス2023で DJ ソーダのパフォーマンス中に数人の観客が出演者の胸など身体に触れる事件が発生したとして、損害賠償請求や刑事告訴など紙刑事上法的対応をするつもりと明らかにした。トライハードジャパン側は、今回の犯罪行為を犯した人々に対して多様な角度から犯行現場を捕捉した映像があるとして、犯人を早期特定することが可能だと見られると説明した。それとともに、犯罪行為を犯した人々は迅速に警察署に出頭し、同社にも連絡してくれと付け加えた。先立って DJ ソーダはインスタグラムを通じて日本大阪ミュージックサーカスフェスティバルで公演したが、一人でもなく数人が突然私の身体を触った。セクハラを受けた。とても驚いて怖かったが、観客が私を見てとても喜んでくれたし、泣いたりするファンもいたので、とりあえず最後まで終わらせようと本当に最大限平気なふりをしてたくさん努力したと書いた。そしてまだ怖い。 DJ を約10年間公演中、このようなことは一度もなかった。経験して信じられない。これからは舞台の下や前方にファンに近づきにくいと思うと付け加えた。公演は13日、日本の大阪で開かれた。DJ ソーダは、ハングルで作成した文を同じ内容の日本語で再び掲示し、公演当時、セクハラ被害に遭った瞬間の写真を添付した。状況は、公演が終わる頃、観客の雰囲気を盛り上げる目的で近づいた、スタンディング席で発生した。私は、人々に私に触ってくれと、私の体を見てくれと、露出した服を着るのではない。私は自分がどんな服を着るとき自分自身が綺麗に見えるかよく知っていて、それに満足すると同時に自信ができて、ひたすら自己満足で弱体服を着るのに露出のある服を着たからといって、彼らが私に触ったりセクハラする権利はないと明らかにした。それとともに、私は自分が弱体服を着る自由があり、誰も服装で人を判断できないと強調した。一方、インスタグラムフォロワーだけで500万人を超える DJ ソーダは人気インフルエンサーで、K国はもちろん日本、新国、東南アジアなどでも公演している。日本で発生した DJ ソーダのセクハラ被害は現地ファンの謝罪につながった。 DJ ソーダの X 掲示物の下に、セクハラ加害者と同じ日本人として恥を感じる、代わりに謝るとか辛いことが発生した、 DJ ソーダが日本に再び来なくなりそうで心配だというコメントがついた。日本のトップスターガクトは、最近日本で起きた DJ ソーダのセクハラ事件で DJ ソーダの服装を問題視する一部反応に、犯罪を犯した方が間違っていると指摘していた。はい、というですね、こちら現地の記事、K国の記事なんですけども、こちらに対してですね、K国の反応見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、一番最初がトップコメントでございます。一番共感数の多いコメントを見ていきましょう。数年前、米国で下ネタが書かれた服を着て飛行機に乗ろうとしたが、乗務員たちが制止すると人種差別だとかなんだとか言って無理やり騒いだ女性である。2380/35ね、こういうことだよ。そうだか、バイキングパウダーか、何してる子なの、そういうのを全部記事化するの。1700/194こういうこと。
この人間は音楽も知らない人間が服だけ脱ぎながら DJ する子ではないか。東南アジアにはそんな DJ が多い。798-54 やっぱね、現地の人は分かってるわけですよ。ああやってブラジャーだけ着て公園を必ずああいうのを着なければならない理由は、涼しくてか、体つきを自慢したくてか、男性ファンの視線を奪いたくてか。549-188、はい、ということでね、まあもちろんこういう意見もありますよ。理由がどうであれ犯罪は犯罪だと思う。399-8、医者が作ってくれた偽の胸で何かをしきりに驚かせようとしていたが。303-21、たとえ女性が裸でいるからといって同意なしに触ってはいけないのではないですか。ですが原因提供ということ自体が馬鹿げています。204-33、 YouTube や DJ など目立ちたがり屋に無関心でいればいい。177-21、その通りだと思う。あんまり私もこういう記事はスルーするんですけどね、いつもはね。日本の男たちの動物的な行動、それに同調する渓谷の男たち、一体道徳的良心と自重はどこにあるのか。107-54、写真を見るとファン DJ の席に集まったわけでもないし、本人が客席に近づいたり入ったりしたみたいだけど、当然ファンたちは興奮しているからいいねって触ったんだろう。なんでそこに入るの？じゃあ触らないでほしいの？有名歌手が客席に入ってもファンは手を伸ばすよ。何がセクハラなんだよ。本人が DJ 席だけでやるべきだった。特にああいう服装では。90-10、下ネタが書かれた服を着て飛行機に乗ろうとしたが制止されると人種差別だとかわめいていた女だね。66-4、外国の飛行機の中で服装問題で職員たちが指摘すると反抗するとすぐ前でズボンを脱いだ DJ だね。12-0、はい、というですね反応でした。お察しいただければと思います。じゃあですねチャットの反応いきたいと思います。あ、所詮この程度ですよ。はい。もうそんなのね、もう見なくてもわかるという方もね、なんとなくもう察してたという方もね、たくさんいらっしゃると思いますけれども。いきなり謝罪は不要ときたもんだ。わら、謝罪は不要？謝罪と賠償がワンセットなお国なのでは？ま、そんなとこやろ飛行機搭乗拒否されといてから。胸に手を当てて考えよう、わらわら。青ちゃんペが渓谷擁護発言、あいつビジネス保守だ。はい、まあね、判断に迷う、この話はちょっとな、確かにね、無理に触るのは良くないですよね、と。いうふうにね、思ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、こういう人間です。はい、とっとと警察に届け出ればいいだけなのになぜグダグダしてるの、そんだけ詰め物してても触られた感覚あるんですか。皮膚は自前か、わら、お金出さないで触ると訴えるにだよ。そして金出世かな。普通観客の前に警備立たせるのにこいつ誰も守ってないよね。男だけじゃなく女も触ってたよな。しかも過去にも他の国でもあったじゃん。わら、 SNS に上げてばかりで警察に被害届を出さないのがようわからん。そのリスクを考えないお前の発想がお花畑。お触りはお約束のイベントなんですってね。他国でも触らせてたと画像出てました。来たんなら来たんでよろしい。この人他国でも同じことしてる。その時は体を支えてくれたと言ってたようです。柵の前のお立ち台に登ってハイタッチを待つファンの腕に胸が来るようにしている。避けるつもりがないのならそれはもう合意だろって思う。日本で会った時だけ被害って何。ところで何で触られただけで日本人だと分かったの。伊藤詩織と同じ香りがする。よく刺した。なんだよこいつ、同胞からも嫌われてんじゃねえか、わらわら。はい、東南アジアはタイのか。税金で一人暮らししたい、だけど批判は聞きたくないというお嬢様と一緒だね。あんな近づいたら触られるだろ。近づきすぎないってのも大事よ。仕込みの警告人の可能性もあるけどね。確かにこの人の話題には触れない方が良いとも思う。炎症症法の典型。そうなんですよ。私もね、これはもう炎上商法かなと思ったんですけど、意外と日本ではこの話盛り上がってますよね。で、結構ね、やっぱりこの件に関しては、
ちょっと政治的な話抜きにして、こうね、やっぱりいや触っちゃいけないもん触っちゃいけないよというね意見もたくさんあるわけで、ねえ、こういう風な反応なんですよ、警告さんでは。そうそう、 DJ が客席に入り込むのが意味わからん。日本に土下座させたいのか。炎上してるのでこういう矛盾点があるからだろう。女性を利用してんじゃねとは思うよ。落ち目だからわざと炎上させて再び脚光を浴びようとしたとしか思えん。なるほどね、警察に被害届出さないわけだ。出せないんだ。最初の告発は女性にしつこくされたと言っていたのに急に男になったのはなぜ。明日花きららも参戦中。はい、ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。